警察のところに戻って、別のアイテムもらってくるか。警察署で、じゃあ何もらおうかな。道具借りるで、他の道具貸してくれますか？あ、いいっすよ！でも、さっき貸したやつは返してもらう。じゃあなー、金属探知機が一番それっぽいから、犬借りるか。じゃあその、ミサイルを貸してください。わかったっす！可愛がってほしいっす！かわいい。キュキュかわいい。やれやれ。訓練中の警察犬。とってもかわいい。つぶらな瞳が売り。そうだよな。つぶらな瞳してんなーって思ったけど、やっぱり売りだったんだ。警察犬とは思えん。これ普通になんか、お前のペットじゃないよな。糸の子が飼ってる、個人的に飼ってるペットというわけではないんだよな。じゃあ、そうね。とりあえず広場行って、なるほどくん。なんか、やはりに犬ミスターどうなのかなって思ったんだけど、まさかの強制イベント。なんか、さっきからミサイルの様子が変なの。ミサイル？頼りなさそうな小動物。なんちゅう言い方。俺、子犬って大好きなんだよな。よしよし。うおとんでもねえ顔してる。どういう状況それ。めっちゃ嫌そう。すごい嫌そうじゃん。どうしたのミサイル。何その顔。くっそ嫌そうじゃん。どうしたえキャーミサイルミサイルどうしたやめろ俺の殿様んじゅうがーつぶらな瞳してるやはりもつぶらな瞳が売りだからな。俺の、殿様んちゅうが、すごい。全部食べちゃった。どうしよう、また弁償しなきゃ。糸の子刑事のもの持ってくると毎回弁償させられるんだけど。ごめんな。やはり。ごめんで済むか！あははは。ごめんで、済ますけどな。俺は、済ますぜ。ごめんで。さっさとここを立ち去ろう。ミサイル、行け！やっぱりさ、ほら、ミサイル。かわいいでしょ。その犬を近づけんね。親方になんて言えばいいんだよ。これは弁償しなきゃ。今時まんじゅう屋で親方っていうのも、風情があっていいね。なるほどくん。迷いちゃん。ちょっとは、すみませんっぽい顔した方がいいよ。はーい。いや、全然してないのよ。すみませんっぽい顔した方がいいのよで、はーいは違うって絶対。とほほ。俺のまんじゅうよ。かわいそう。ね、これは普通にやはりがかわいそうなんだけどね、弁償してあげた方がいいって。なんで、大騒ぎ夏美には弁償すんのに、やはりには弁償しないんだよ。友達だからってやっていいことと悪いことあるって。さあ、ひょうたん森行こう。でも特になんもない感じか？いけ！ミサイル !10 万ボルト！夏美さん、ほら！かわいいな！あんたの子かいな！警察犬なんですよ。ミサイルっていうの。へぇ。でも、警察犬って、なんかの匂いを追いかけるもんやろ？ヒョッシーって、どんな匂いなんや？確かに。ヒョッシーの匂いをわかるもんを嗅がせてから探すんだもんな、本来は。そこまでは考えてなかったなぁ。終わり？まさかの。まあ、確かにやることないもんな。貸しボート屋の方になんかある。はい。ここって、いつも静かだね。ボート屋さん、やってないのかな？湖で殺人があったわけだから、しばらく休むんじゃないかな？なるほど。それだけか。貸しボートや、そっか。さっきは迷いちゃんいない状態で来たから特に何もなかったけど、いる状態で来たから一応イベントはありますと。ただ特に何もなし。じゃあ、終わりかな。留置所って、いるかな、みつるぎ。いる？ 12 月26日某時刻、留置所面会室。取り調べ受けてんだ。みつるぎの前にミサイルを持ってきたかったんに。また後で来ようと。なるほど。じゃあ、そうだな。一回戻って。そうだ。一応突きつける。ミサイルをさ、糸の子刑事にも。はい。ミサイルは刑事課でも、来年消す。でも、この子、なんでミサイルなんですか？そう、自分は知らないっすけど、こいつにはぴったりな名前だってよく聞くっすよ。ほう。あ、そういうこと？それの伏線が、まんじゅうめっちゃ食ったことってこと？ミサイルのように食い尽くすってこと？とりあえずじゃあ話すか。じゃあ残り金属探知機借りていくかな。釣り竿のなんか反応とか見てなかったから、それを見ようかなって思ったんだけど、まあ、金属探知機でいっか。行こう。じゃあその金属探知機をお願いできますか？わかったっす。こんな代物で何を探すのやら。相手は怪獣っす。常識は捨てるっす。まあ、確かにそうだな。すいません。怪獣がもしかしたら体に金属まとってる可能性だってなくはないもんな、ポケモンみたいに。はい、糸の刑事が金属探知機を借りた。近くに金属があると音で知らせてくれる便利な探知機。はいはいはい、こんなんもらっちゃっていいの？何？ロック解除した右下。みんな見えないかもしんないけど、秘密兵器コンプって書いてあってさ、ミサイルがめちゃめちゃ嫌そうな顔してたじゃん？あれのミサイルが、顔面がドアップで出てきたんだけど。じゃあ、一応、金属探知機、はい。見ての通り、金属探知機っす。土の中に埋もれた弾丸なんか探したりするっす。ああ、そういうので使えるんだ。それで、怪獣が見つけられた箔がつくっす。見つかるかよ。あいつはな、怪獣、まあ、ミサイル一発撃たれてる可能性はなくはないからな。うん、ワンチャンあるかもしんない。じゃあ、氷炭湖公園で、一旦まずはやはりを金属探知機で調べよう。一旦まず、ジャブとして、はい。悪いな、なるほど。孤独なまんじゅう売りにゃ、何のことかがねえ。あ、すいません。やはりじゃあわかんないか。さすがに、金属探知機？んだそれって感じか。うん、やはりバカそうだもんな。こんなバカで幸せそうな顔してるやつに金属探知機なんか使っても、わからんわな、そら。すまん。そりゃすまんわ。じゃあ、一回これ見せるか。はい。夏美さん、ほら、金属探知機って言うんですよ。知っとるわ。な、あんた、ヨッシーはピストル持ったハイジャック犯やないや。金属探知機じゃ引っかからんとちゃうか？いや、固定概念は捨てる必要がある。倍、糸のこゲージ。そこまで考えてなかったな。え終わり？なんもない。なんもないお、やはりもなんもないし、貸しボート屋前もなにこっちでなんかあったわ。なるほどくん。反応してるよ、金属探知機。そっか、こっちの可能性考えてなかった。近所迷惑な探知機だな。どうやら、奥の茂み。これはなんかあるぞ。まよいちゃん、ちょっと見てきて。なんで私が。んで言ってくれんのね、ちゃんと。そこら辺ちゃんと言ってくれんのよな、まよいちゃんは。なるほどくん。おっと。ん？なんだこれ？こんなものが。それって、ボンベだよね。国旗が絡まってる。線の部分が壊れてるみたいだ。ヨッシーじゃなかったね。いいかい、まよいちゃん。まず、ヨッシーは茂みにはいないんだ。そして、ヨッシーは金属探知機には反応しないよ。知ってるわ。そんなことは知ってるわ。このボンベ。何か絡みつい、そうなんだよね。国旗が絡みついてるよね。万国旗？一応拾っておこうか。せっかくだし。これは何か関係あるってことじゃん。重いな。役に立つかわからないが、ボンベを拾った。空のボンベ。線が抜けて、万国旗が絡みついている。あれ、万国旗ってさ、こっちにさ、あったっけ？あれ？あるよね。そうだよね。今日なんか新しくついてたんだよ。この万国旗が。これじゃないの？ちょっと突きつけよう。これは大事だ、絶対に。ボンベ、空のボンベ、線が抜けて、万国旗が絡みついている。これってあの万国旗じゃないの？んだよ。ボンベか？それが、どうかしたか？やはり、このボンベだけど。いや、お前のだとしてもどっちにしても、とりあえず、見覚えがないか、これでいこう。見覚えがないか？このボンベ。やはりのやつじゃなかったとしても、見覚えがあるかどうかわかる。知らねえぞ、俺は。この寒いのに、ダイビングなんかしないって確かにそうだけど、なんか、目が泳いでる。わかりやすいな、お前。目、ピクピクしてる。かわいいね、やはり。もっと、追求してみた方が良さそうだな。この間もな。この間の裁判の時もお前、ピクピクさせてたもんな。突きつけるじゃないとなると離すか？あ、違うの。え、じゃあ突きつけるもう一回。はい、これでとりあえず。はい。んだよ。ボンベか？あれ？やはり、お前のじゃないか？このボンベ、お前のじゃないか？なんでだよ。ほら、ボンベの線のところに万国旗が絡まってるだろ？後ろの殿様の万国旗と似ているからさ、BGM が完全に論破したとき。ああ！偶然だろ。万国旗なんてどこにでもあるからな。ほれ、小学校とか、中学校とか、運動会でしか使わねえな。第一、ボンベなんて、俺が何に使うんってんだよ。お前、何かを膨らませた。そう、お前は確か、コンプレッサーが壊れていたと言っていた。つまり、あの殿様を膨らませるために、これを使ったんじゃないか？お前、これを使って、膨らませたんじゃないか？何をだよ。決まってるだろ。シャキーン！後ろで威張ってる。あの殿様だよ。なんだってそんなこと聞いて、どうしようってんだよ。どうやら、図星らしいな。へっ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 へ。まあな。実はさ、いつも使ってるコンプレッサーが壊れちまってよ。一回、試しに使ってみたんだけど、ダメ。うまくいかなかったよ。なんで隠したそれを。やっぱりそうだったか。さらに詳しく聞こう。なぜお前は隠した？うまくいかなかった？そうだな、確かに。まあな。その話、もっと詳しく聞かせてくれないか？なんでよ。実はこの話、やっぱ話したくない理由があるんだな。そうだよな。じゃないとだって最初に嘘ついたりしないもんな。聞きたい。はあ、わかったよ。いやな、さっきも言ったけど、コンプレッサーが壊れたからさ、ボンベの空気で膨らませようとしてみたわけよ。でも、ボンベの空気でさ、膨らむもんかな？普通に考えて足りなくね？ところが、あら。やはり可愛いこの顔。なんかやはり可愛くない？やはりのこの、なんか、ボケーっとした顔。このアホ面。すげえ音がして、線が弾け飛んじまってさ、ボンベのやつロケットみたいにシュポーって、シワシワの殿様にくっつけて飛んでいっちまったわけよ。そりゃすげえ音がして、俺もビビっちまったよ。ほう、なるほど。これは話で新しく追加されてんね。飛んだボンベ。殿様をくっつけたボンベが飛んだのは分かったんですけど、それからどうなったんですか？あれが起こったのが20日頃でさ、20日か、24日ではないか。20日。今から1週間前か。どうも、ボンベのやつ、湖の方へ飛んでいったみたいだから。それから毎晩、ボートで必死に探したんだよ。なんたって、カズミがくれた愛の殿様だからさ。で、いつ見つけたんですか？やっと。おとといっていつ？おとといで24日？あれ？待って、おととい。すげえ遠くまで飛んでたよ。探すのに4日もかかっちまった。20日で4日だから24だよな。ってことは事件当日じゃん。お前事件当日いるじゃん。おとといの夜って、事件があった夜じゃないか。ごめんな。なるほど。新しい立ち家。ていうかお前ごめんなじゃねえよ。事件の夜、実は俺、ここにいたんだよ。お前めちゃめちゃ容疑者じゃん。でもな、俺、12時より前に帰っちまったから。なるほど。湖で事件があったことは知らないと。はい。まあね。残念。でもさ、どうやら、厄介な謎が一つ。解決？厄介な謎？報告しに行くか、彼女に。ん？ちょっと待って。そういうこと？待てよ。ボンベで、バーンってなったの、ちょっと待って。一回行こう。わかんないから、ひょうたもり行こう。多分、大騒ぎ夏美に話せばいいわけだよな。ただ、これがどういうことかわかんなくて、あの殿様がネッシーってこと？そういうこと？待って、ネッシーのイラストどうだっけ？いやー、わかんねえ。どうなんだろうな。一回話聞くか。わかんないから。一応可能性としては、そう、ネッシーの、こいつが、殿様んで、バーンっていう音が鳴ったって言ってたのは、ボンベイが外れちゃった音ですよっていう可能性あるのかなって思ったんだけど、どうなんだろうな、違うのかな。一応とりあえず、突きつけてみっか、ボンベイ。はい。あ、違った。ごめん。なんだ、待てよ。関心のないものには淡白だな。じゃあ話すか。あ、来た、表紙。どうやら兄ちゃん、うちは待ってたんで、あんたの情報な。どうや、よし、見つかりそうな。これは、表紙はいないってことでいいのかな、わかんない。でもちょっと、なんとも言えないな。はい。夏美さん、いないんですよ、ヒョッシーなんて。ね。何やって。本当なの、なるほどくん。どうしてや、証拠でもあるんか。ヒョッシーがいないという証拠、もちろんあるよ。もちろんあります。弁護士は、証拠なしには結論は出しませんから。ヒョッシーがいないという証拠は、これだ。ボンベ。やはりさんのボンベ。なんやそのボンベは。これがヒョッシーです。あ、これがヒョッシーな。はあ、どういうこと。なるほどくん、僕もまだあんまりよく分かってない。半分くらい分かったけど半分くらい分かってない。おそらくそう、この関連がヒョッシーだったってことは分かったけど、どういう状況なのかが。この近くにまんじゅうの屋台があるんですよ。はいはいはい。そこには空気で膨らませた大きな人形があるんです。1週間前、ちょっとドジなやつがボンベでそれに空気を。あらかわいい。ボンベの線は破裂して湖の方へ飛んでいきました。パーンという破裂音とともにね、そうだね、これはまあそういうことだろうなとは思ったけど。破裂音？あ、ボンベはシワシワの人形をつけたまま湖に着。ちょっと待って、あれ確かにそんな形だっけ。あれこの瞬間。いや、まあ。口みたいになってるところどうなってんのかよくわかんないけど、まあ、なくはないんか。偶然撮ったカップルがいたんですよ。それが、この写真です。まあ、遠くだから分かんなかったってこと？じゃあ、ヒョッシーの正体は、シボンダ・トドセマンだったの？はあ、ちょっとかわいそう。うちの夢も、シボンだ。すいません、夏美さん。分かったわ。あんたの勝ちや。約束通り、情報を聞かせてやるで。ちょっとなんかかわいそう。ごめん。いや、ごめんって別に悪くないんだけど、僕は。夏美さん、ちょっとかわいそう。ま、これも、報いってことか。じゃ、夏美さんの知っている情報を教えてください。しゃあないな。約束やし。警察で聞いた話やけど、明日の検察の証人な。この先にある、貸しボート屋の管理人。あ、そうなんだ。ここに来て貸しボート屋か。貸しボート屋の管理人らしいで。貸しボート屋？今やってないやつだよな。あそこ、人がいたんですか？確かになんか人の気配がないみたいな。おっさんが一人で住んでるんや。調べてみたらええんちゃう？ありがとう、夏美さん。ほら、行こうよ、なるほどくん。ちょっと待ち。まだ何かあるんですか？事件のあった晩やけどな。うちのカメラ。やっぱ2回作動してるよな。そうだよな。2回破裂音があったって話じゃなかったっけ。じゃあ、この写真画に、もう一回撮影を。まあな。ただ、湖にはなんも映っとらん。何の証拠にもならんと思うて、今まで出せなかったんやけど、何がどういう証拠になるかわからんからな。これ、持っていき。もう一枚の湖の写真。湖の他、何も写っていない。12月24日午後11時。他に何も写っていないってことは、別のところで発砲したわけだよな。ほだ、うち、荷物片付けて帰るさかい。あ、なんかかわいそう。あー、夏美さんかわいそう。BGM も相まって。やはりのせいだ。うん、そうだ。そう違いない。やはりがあんなことをしなければ、なんかヒョッシーに憧れるなんてそんなぬか喜びをしなくて済んだのに。あいつの伝説は未だ健在だと、うん、事件が起こるところにはやはり、ヒョッシーがいるところにもやはりがいました。伝説？やはりの関係者はみんな、この言葉を思い知る運命なんだよ。事件の陰にはやはり、だよね。ちょっぴり迷惑かも。そして、今回もちゃんといました。なんだったら、今回の事件もおそらく、お前が関わってくるんだろ？なんだったらお前が証人として出てくる可能性もあるんじゃないか？やはり、こっちみんな、とりあえずじゃあ、いろいろ見てきたわけだけど、さて、次はじゃあ、カシボート山へ行くか。来たぜ。12月26日、某時刻カシボート小山へ。ねえねえ、なるほどくん。夏美さんが言ってたの、あそこのボート屋さんだよね。そうだね。でも、人の気配なんてしないぞ。まあまあ、とにかく行ってみようよ。さて、これで、移動かな？調べるじゃなくて。あ、来た。管理小屋ない。これはちょっとまた、進展するんじゃないか？お？ 12 月26日、某時刻、管理人小屋。オウムがいるんですけど。ああ！ちょっと怖っ。びっくりした。めぐみ。ちょ！それに、ゆきひろじゃないか。なんかちょっと怖くない？この人。横に揺れてるし、なんか顔がちょっと怖いんだけど大丈夫？お前たち、今までどこに心配かけおって。なるほどくん。さあ、どうぞ。いやいや、ここはまよいちゃんが、レディーファースト。めぐみや。これ完全にボケてんな。はい。やっと決心してくれたかい？はい？この蕎麦屋、ついでくれるか？蕎麦屋？そうか。父さん安心したぞ。まだ何も言ってない。お前たち兄弟揃って出て行っちまった時は、どうやってのれんを守っていこうかと。セオリさん、二人が戻ってきたよ。おはようオウム。これ、さゆりさんなん？どうなの？それとも、さゆりさんではないの？なるほどくん。今の。オウムだよ。泊まり木にいるやつ。ゆきひろや、ゆきひろじゃないんですよ。はいって言うのだから。なりゆきではいって言っちゃう。なんて書いてあるん？長寿連ののれんは、お前に任せたぞ。なるほどくん。ちょっと合ってるかわかんないから一回調べていい？一番右の漢字は、アンって読むらしいから多分、長寿庵かな？長寿庵って何？今までの情報から推理するなら、多分蕎麦屋の名前だろう。そうだな。蕎麦屋を、営んでる時の記憶で止まっちゃってる感じかな。ボケて。はい。さよりさん、もう安心だな。おはよう。あ、そうか。うん、こっちみんな。急に寝ちゃった。早っ。安心したみたいだ。どうやって話すんこの人。蕎麦屋。こっちみんな。お蕎麦屋さんってじいさんの代から受け継いだ長寿庵ののれんも、やっとお前たちに渡すことができるの。めぐみや。はい。明日からみっちり三帰りの極意を叩き込んでやるからな。見返りか。見返り？ゆきひろも、はい。お前も立派な板前になるんだぞ。板前って、お寿司屋さんじゃなかった？なんかいろんな記憶がごっちゃなってきて、お前本当にいる？そんな人実在する？蕎麦屋だと思った板前になるなんてことあんの？ボケて。めぐみ、はい。板前といえば、そうなんですか。すいません。蕎麦を打つ職人のことでした。そうですよね。決まってますよね。なるほどくん。いつまで続ける？この不毛な、親子ごっこ不毛なって言わないであげて。このおじさんはこのおじさん事件のこと知ってんの？本当に。それを聞き出すまではまだ帰れないって、この人本当に知ってる？ねえ、記憶失ってんじゃないの？そんな日のこと、貸しボート屋。バー来た。ここ、貸しボート屋ですよね。何を言うとる。ここはそばの老舗、長寿庵だよ。なんか知らんが、最近のお客はそばも注文しないで、ボートに乗りたいんですけどなんて嫌がるからな。仕方なくボートも置いてあるんだよ。あ、そういう認識なんだ、この人的には。まったくわけわからんな。ほんとわけわかりませんね。なるほどくん。ダメだよ、こりゃ。でも、このおじさん、明日の法廷の証人、この人証人になって大丈夫なね。カルマ検事、この人証人にして本当に大丈夫なん？事件について何か情報を引き出しておかないと。そうだな。でもなんか、いや、どうだろうな。年齢的に何歳なんだろう、この人って。なんかさ、50歳くらいな、50歳ではないように見えるけど、なんかね、DL65 事件の、なんだっけ、容疑者になった人、無罪になった人が、なんか、50歳くらいって言ってなかったっけ？確か、生きていれば。で、なんか、まあ、無罪になったっていう話を聞いたから、なんか、この人がそうなんじゃないかなってちょっと思ってきたんだけど、どうなんだろう。でも違うかな？ 50 歳ではないよな、でもこの感じ。違うか。最初、そうなのかなって、おじさんだから思ったんだけどさ、でも、さすがに50でこのボケ方しないもんな。違うかもしれん。ごめん。とりあえずじゃあ調べよっか。まずこれ、魚さんですけど、これ。いや、これ、あ、ひょうたんこと魚なんだ、これって。え？なんか変だよ、なるほどくん。でもこれ、蕎麦屋っていう設定なんだとしたら、魚っておかしいよな。これって、海の魚ばっかそうだよな。やっぱお前寿司屋じゃん、やっぱり。ほな寿司屋やないかい。ほなお前、その特徴は完全に寿司屋なのよ。これ何？レトロのテレビ。へえ、テレビもあるんだね。あ、それだけか。あとはおせんべいとかあるけど、やっぱり冬はこたつだね。あ、そうだ。うちの事務所にも置こうか。依頼人とみかんでも食べながら。殺人事件の話をするのか？依頼人と殺人事件の話をこたつでぬくぬくしながら。でもまあ、言って殺人事件だけじゃないからね。そういうなんか軽めの話題が来た時に、あ、じゃあちょっとこたつで一緒に話しませんかみたいな。もう、なんでそう夢のないこと言うかな。まあこれはね、ちょっと殺人事件のことしか考えていないなるほど龍一も良くないかもしんない。お前もしかしてさ、なんか、仕事がないとか言ってるけど、お前殺人事件しか浮き負わないみたいな、そういう特殊ななんか弁護士事務所やってない？まさかと思うけど、お前、民事とか知りません。刑事事件しかやりませんみたいな、そういうスタンスなんだとしたら確かにお前が、ね、なんも仕事ないよって、世界が平和な象徴なんじゃないの？それって、もしかして。キッチンだ。綺麗に片付いている。見た目によらずきちんとした性格の人らしい。そりゃそうだよ、なるほどくん。なんだって、お蕎麦屋さんなんだからね。まあでもボケてるからな。なんか、掃除をしたと思ったらしてませんでしたとか、そういう可能性もありそうだけど、そしてオウム。わあ、立派なオウムだな。おはよう。あれ？あれ？あんなさっきまでおはようおはよう言ってたのに。こんにちは。無視された。別に無視してるつもりはないだろうけど。パン来るか？そのなんか独特な風船の、なんか、伸縮性すご。パディーンって割れる前に、一回なんかすごい、膨らんで減って、膨らんで減ってっていうのをすごい繰り返してたけど、忘れたのがめぐみ。まず名前を呼ばないと。名前？さゆりさん。どうだい最近。おはよう。おはよう。なるほど。さゆりさんという言葉に反応してんだ、これは。な。へえ、そのオウム、さゆりさんって言うんだ。オウム、貸しボート屋主人のパートナー、名前はさゆりさん。これはちょっと、さゆりさん何かしら関係してそう。なんか言葉覚えてそう。ね、なんかさ、ここの小屋に来た人の言葉とか覚えてて、それがめっちゃ事件に関係してくる。あるある。オウムがなんかね、言葉覚えてて、それで事件が進展するってめっちゃあるあるじゃん。でも、おはようだけじゃつまんないね。さゆりさんはいろんなことを喋る。親父はさ、この親父は一応さゆりさんはオウムだってことは認識してんのかな？ねえ、どっちなんだろう？それともなんか、ね、人間だと思って喋ってんのか、そこがちょっとわかんないけど、この人がどこまでボケてんのかがまだいまいちわかってないから。それには、合言葉が必要なんだな。合言葉？合言葉で終わったけど、さゆりさん、さゆりさん、お名前は？さゆりさん、おお！キャーかわいい。気に入ったみたいだ。ちゃんと喋るんだ。お名前はって聞いて、さゆりさんっていうの結構すごくないか？どうやってしつけたんだろう。で、話すことは？あ、さゆりさん来ちゃう。はい、伸縮するよ。はい、ビュン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 って、一旦ないその伸縮性。ボワンって膨らんで、ボワンって減るやつ。いやーなー、すっかり忘れっぽくなっちまったから、大事なことは全部さゆりさんに教えてあるんだよ。じゃあ、親父が忘れているようなことも言ってくれんのかな？大事なこと？じゃあ、例えば、さゆりさん、金庫の番号はとんでもねえ。ああ、よかった。いや、やばい。12月28日じゃん。しかも1228って。やったー！こら、さゆりさん、不用心な12月28日生まれなんかな。なるほどくん、頭を使わないとね。悪いやつ。ほら、なるほどくん、メモ。いいのかな。12月28日で覚えとこう。でも金庫なくない？まずここ。金庫なんてある？これ金庫じゃないよね。くっそ、開けて、あっ！かわいい金庫だ、どれどれ。やばい、お前とんでもねえことしようとしている。鍵がかかってる。どういう鍵？あれ数字じゃないの？ 1228 って入れなくていいの？入れるのかなって思ったんだけど違うのか。さすがにそんな窃盗はしない。じゃあ他になんかあるかな。一応、オウムについて聞いてみる。はい。はい、ビヨンビヨンバーン。そんなもんより、ユキヒロ。二人で約束した研究の変わりそばを早く完成させような。レインボーそばの最後の一色。インディゴブルーなんじゃそりゃ。インディゴブルー？参ったな。他のもの。なるほど。その言い方的には何かあるな。まあ、金属探知機とか意味ないだろうから、ってなってくると、どうしよっかな。ヒョッシーの記事は関係ないもんな、多分。どうしよう。あ、もう一枚の湖の写真、これどう？でも関係ないか。何も写ってないんだもんな。関係なさそう。いや、関係ないよね。なんか、ありそうだよな。この言い方的に。あ、弁護士バッチどう？おい、弁護士だぞ、わしや。わしは弁護士だが？来た！弁護士バッチ。はい。バッチだけ見て、弁護士だって、わかるなんて。このおじさんが恥。確かに。そうだっけ？おい、みんな額なさすぎだろ。おじさんですらわかるんだぞ。こんなボケボケなのに。わかった。で、待って。これさ、弁護士だってわかった理由が、これさ、それこそさ、一回弁護してもすいません、弁護してもらったからこそ、わかるみたいな。やっぱり、DL65 事件の容疑者なんじゃないの？なんかその可能性増えたぞ、今の感じで。わかったぞ。さては、お前。今さら、ユキヒロじゃないな。